阪神さん、阪神タイガースさん、堪忍してください。昨日やっと4勝目で勝てたと思ったら、13点も言えることないでしょう。あのルーキーのピッチャーの伊藤くん、チートやんか。もう打線も、大山、マルテ、サンズ、糸原、木浪、梅野、佐藤、もう全員トラウマですぜ。もう堪忍してください。はいどうも、メンタスコアとナナロマでございます。本日も DeNA の振り返りの動画撮っていきたいなと思っております。はい、そうですね、昨日ねやっとね勝つことができたんですけども、本日の試合は負けてしまいました。いやーもうね、得点差もねもうズバ抜いて広いですし、なんといってもねもうどんどんとね、口を開いてしまえば今日の試合の文句というものが出てくるかなというのは思うんですけども、ちょっとねそこはこらえて、選手たちの活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。選手たちの活躍の方はこんな感じになっております。はい、そうですね、まあ最初に言わせていただくと、柴田選手がね昨日の試合負傷交代ということになって、結局診察の結果は脱臼ということで、まあおそらく1ヶ月はどんなに早くてもこれから2台だろうという結果になってしまいました。まあ柴田選手がね本当にショートのレギュラーという形で、まあ山田選手はちょっとねもうショートの守備は厳しい、バッティングも不調ということなので、ショートが、まあ、倉本選手のみ、まあ、知野選手も上がってきたんですけども、まあ、このね、柴田選手が帰ってくるまでは、ショートのね、ポジションというものは非常に厳しくなってくるなという感じはしていますね。まあ、田中俊太選手もね、今日は途中からショートの守備は、守ったんですけども、まあ、巨人戦のところが変化、巨人時代のところが考えると、ショートの守備はちょっと厳しいのかなという部分もありますので、ショートは本当に、課題というか、穴になってくるといいなと思います。まあそうですね、全体的に見ていてもね、まあ、ヒットこそはね、ポツポツは出ているんですけども、まあ、ノーアウトでランナーが出ても、ゲッツーがね3つぐらい出たりだとか、全体的に本当に打線のつながりが、相変わらずつながっていないなという感じはしております。まあ、今日はね2番に山田選手を入れてきたんですけども、まあ、1番の壁澤選手もね今日は昨日は大活躍だったけども、今日はね、ヒットが出ず、まあ、2番の山田選手はねどうなるかなっていうのはね、今はの状態を考えれば、ショートでの2番というものは攻守に、どっちもね、厳しいんじゃないのかなというのがね、一番の本音かなという部分には思ってます。まあ、全体的に、ね、打線は本当に打てないので、ちょっとね、まあ、いずれかはスイッチはかかってくるのかなというのは思うんですけども、ちょっと得点の内容が寂しすぎるのかなというのはね、現状ですね。まあね、キャッチャーはね今日は飛ばした選手がスリーベースを打ったものも、キャッチャーというところも厳しい、ショートのポジションも打てないというふうになってくれば、下位打線が3人1割台ということになればね、確実に点はね、取れなくなりますので、下位打線も厳しいのかなというふうにはね思ってます。まあ、投手リレーの方ですね、今日は上田谷選手が1回でノックアウトされました。まあ、1回で代えたということはね、中3日で入江選手が抹消されたところら辺で、まあ、投げるのかなというふうには個人的には思っているんですけども、まあ、その中3日で投げさせていかないと、まあ、話にならないのかなというのはね個人的には思っていて、まあ、抹消するという感じになればもっとイニングを、ね、投げさせるべきだったかなというふうには思いますので、まあ、今後の対応が、一番気になるところかなというふうには思ってます。まあ、桜井選手もね、風張選手もね、失点はしてしまったものの、まあ、点差が点差でしたので、まあ、よく投げてくれました。今日の唯一のポジ要素でいるっていうほどのね、選手はね、シャッケル・コード選手ですね。支配が登録されて初めての投球だったんですけども、藤川球児選手も絶賛の方をしていましたし、素晴らしいね、ピッチングをしていましたので、今後は本当に非常に楽しみです。最後にメントス佐藤選手を決めて、今日の動画を終わっていきたいなというふうには思います。今日のメントス佐藤選手はですね、もちろん、シャケルホード選手に入っていこうかなというふうには思います。このまま、DD 夫人の、救世主というふうになってください。よろしくお願いします。はいね、今日はねこんな感じで終わっていきたいなというふうには思います。まあそうですね、昨日がね勝ったのはちょっとね、ショックが、でかい負け方だったんですけども、まあ明日はね勝って、初じゃないですね、カード勝ち越しを決めていきたいなというふうには思ってます。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。勝負がかかる、痺れる瞬間、流れを我らに、アニボロペス、チャモ
ジャボー・ロペス。